回復術師のやり直しは、月夜涙による日本のなろう、軽小説。サブタイトルは、即死魔法とスキルコピーの超越ヒール。略称は、回復術師、カイアリ、イラスト足を昆布。小説投稿サイト、小説家になろうにて2016年12月29日から連載開始。書籍版は、角川スニーカー文庫より2017年6月から、刊行されており、 2021年8月時点で電子版を含めたシリーズ累計発行部数は230万部を突破している。本作を原作とするメディアミックス作品としてはヤングエースの増刊誌であるウェブ無料漫画雑誌ヤングエースアップにてハガ総研によるコミカライズ作品と長尾源によるスピンオフ漫画回復術師のおもてなしがそれぞれ連載中。 さらに2021年からは、テレビアニメが放送される。小説家になろうに掲載後、残酷描写や異常性癖の描写が多い読み手を選ぶ、作品ながら、日韓、週刊、月刊ランキングにて1位を獲得している。しかし後に、成人向けな内容が、アカウント削除の原因となること、個々の修正でそれら全てに対応するのは、 厳しいと作者が判断したため、2019年12月4日に作品が削除された。後日、不適切な表現を修正し、開口版として再投稿予定。声は、ドラマ CD 版及びテレビアニメ版共通の声優。2021年1月から3月まで ATX 他にて放送された。アニメ第1クールでは、第2王女のルンへの復讐までが描かれている。 本作は、ストーリー上、エッジシーンが多数含まれるため、テレビ放送、動画配信、DVD などに応じて修正が施されたり、セリフや演出が異なるバージョン違いが3種類ほど存在する。インターネットでは、まず2021年1月14日より、毎週木曜0時に D アニメストアに配信され、その後、同年1月21日より毎週木曜0時に、 その他の配信サービスから配信が行われる。またインターネット限定の規制版、やり直しバージョンも順次配信される。ケアル、ケアルが役の補充ありなりとフレア、フレア役の渋谷綾野による、ウェブラジオ、回復術師のやり直し2週目を楽しむラジオが、2021年1月15日から4月9日まで、おと泉にて、各週金曜に配信。ありがとうございます。